どんな相手だろうが全力だ。次はどこに行くの？まあ、少しは手伝ってやるさ。簡単に勝てそうだよ。この当たれ、私も出るで。そう、暇つぶしにもならないな。次はどこに行くの？よし、どこに行くんだい？どう？何か思い出せそう？はい、ソフィー。本当？やったね。あまり大したことではないのですが、私が人だった頃に好きだった食べ物は土芋の入ったシチューでした。うんうん、え、思い出したのってそれだけです。そっか、プラフタシチューが好きだったんだ。はい。あ、でも一応記憶はまた戻るようになって、この調子でどんどん記憶を取り戻していこう。はい。あ、今日のご飯シチューにしようか。話してたら食べたくなってきちゃってそうですね。何を作ろう。
材料はどれにしよう。これでどの釜を使おうかな。よし、はっか。そうなるんだ。それじゃ、できた。レベルアップ。よし、できた。メルクリウスの瞳ですか。うん、もっと素材や調合した道具の出来が詳しく分かればいいな。確かに、これならば正しく品質を測ることが可能だと思います。うん、これでもっと細かく分析し。あれ、はソフィ、煮るな。どの材料を使おう。何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんなか、どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。これをここに入れようかな。いいね、いいね。うんうん、好調好調。こんな感じで大丈夫？うんうん、好調好調。いいね。うんうん、好調好調。こんな感じで大丈夫？うんうん、好調好調。よし、いい流れだよ。それじゃ、いってきた。どの特性、これでいい。よし、デッキアック。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。
いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィ。どの依頼を引き受けてくださるのですか？ありがとう。いらっしゃ、どのそのそありがとう。その噂ありそのそれこれでおお。ソフィーなんあなたってはいいえほら、こんな色は明るい色がいいかな。形は特にこだわらないけど、動きやすいのが好きです。うんうん、他にはなるほど。いえいえ、でも私の服そうなんですかそれはこんにちは、ソフィーさん。コルちゃん、こんにちは。普通なものを置くようにしてから少しずつ売れ行きが良くなってきました。このお店もそこそこ有名になってきたかもしれないです。それもこれもソフィーさんのおかげです。やだな、それはコルちゃんが頑張ってるからだよ。それよりずっと気になってたんだけど、どうしてそんなに有名になりたいの？話せば、私はお父さんを探してるです。もし生きてるなら会ってみたいから。お父さんを探してる？はい、お父さんは私が気がついた時にはいなかった。この町にやってくる時にはぐれたとかいなくなったとか聞いた記憶はあるです。でも本当はどうなのかはよく。そうな、お母さんは昔のことを全然話してくれます。自分で調べようにも、私はお父さんについて全然知らないから。だから逆に考えました。この量販店ならお父さんならわかるはず。だから量販店にこだわってたんだね。はい、けどお父さんのことは、でも私がどこから来たのか、私が生まれたのはキルヘンベルですが、お母さんが教えてくれないなら。コルちゃんって、でも私もやっとわかったよ。ありがとうございます。そうだったね。減ってた品物と、ありがとう。